夜は千代田区内神田にある酒店神田豊島屋の木村社長と中継がつながっています。こんばんは、キャスターの平井亮です。木村さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いいたします。大変なところありがとうございます。今日から3回目の緊急事態宣言の延長期間となりますが、引き続き飲食店での酒類の提供は停止となりました。これ木村さん、影響大きいですよね。そうですね、やはり影響が大きいですね。5月もかなり売り上げが悪かったんですが、6月も同じような売り上げになってしまうのかなということで、かなり厳しい状況が続くというふうに予想しています。飲食店の中にはもう耐えられないというふうに営業再開をするお店もあるようなんですが、豊島屋さんのその周りの店舗、今どういった状況ですか？そうですね、今おっしゃられた通りですね、やはり一部の店舗さんは営業をもう再開するということをおっしゃられている店舗さんもいらっしゃるんですが、大多数はまだ自粛を続けられる、お酒の提供を引き続き停止されるお店さんがほとんどの状況だと思います。やはり一番の問題、補償の点かなと思うんですが、木村さんが感じていらっしゃる補償の問題点、改めてどういうところにありますか？そうですね、やはり、補償については、なぜこういう制度なのかというのは非常に大きな疑問がありますね。東京は最低賃金 もう国によって定められているもので、他の地域よりも高いですし、ちょっとこの制度ですと我々の業界やっていけないお店さんもたくさん出てきてしまうということを非常に懸念しています。金額の面でその協力金として額が少ないというところが一番問題となりますか？そうですね、額が少ないというところももちろんですし、あとは売上半分になってようやく協力金、保証金をいただけるということもですね、もう少しその基準をですね下げていただかないと我々事業者現実的にやっていけないんじゃないかなと思います。ですよね。最後に、延長期間が終えた先、どんなこと、どんな未来を期待されますか？そうですね、まずは6月20日でしっかりと終えていただくということを期待をしていますし、あとはそのともかくもう日常に戻していただくと、酒類提供禁止ですとか営業時間短縮ですとか、そういったことをなるべくしないでいただいて、元に戻していただければ、あとはもう我々自力でなんとか這い上がれるように頑張るので、まずは元に戻していただきたいなと考えています。本当ですよね。その我慢した先に日常が戻ってくるのであれば我慢もできますけど、なかなかね、その先が見えない中では本当に厳しい状況が続くと思います。木村社長、今日大変な状況の中本当にお話ありがとうございました。とんでもございません、こちらこそありがとうございました。